球だらけのシュート対決。最近リズムチャンネルで魔球がちょっとね出入りしてるんですけど、はい、まあ、全部自分たちでいくお前、うん、魔球出た魔球出た魔球出たお前結構うんこ出た音してたけどね。うんこ出んサンプリ入ってたよ。くそ画面からいなくなりました。いやいや今回は2人の対決です。4球4球蹴ります。1人8本蹴ります。どっちが多く決めるかと。でこれやっぱ魔球なんでできるだけ無回転で蹴ってか無回転気味の魔球やったらいいな。ボールを蹴るっていうブレでもいいよ。いや別にカーブになってもいいけど何でもいいけど、まあ魔球なんで何か起こるでしょうという。そうそう起こそうよという対決です。こぼれも魔球ですか。こぼれも魔球です。こぼれも魔球になるのよこれ。ということでこぼれはありです。はい、ダイレシュート位置はアーク外の真ん中ラインだったらどこでもいいです。キックオフでもいいです。キックオフでもいいです。もうキックオフでも1点キックオフでももう全部1点魔球ですから、うん、だって置いて蹴っても流して打ってもどっちもいいです。それはもう真ん中ら辺からただ打ってください。はい、はいはいはい、ブレが分かりやすいように、ね、分かりました。はい、それでは行きましょう。いや、何乗せんねん。最初はグルじゃあグルチョキこうなってる。これは前回のやつで学んだ。お願いしますよ。秘密すぎない。そうなんや。これははい、はい、あー力みすぎないよ。意識しすぎてダフってたね。当たってチームガスト2ですね。こっちがこれ2です。2の方がなんか俺的に感覚はやばい。はい、ちゃんと感じて。うわっ、うわっ、えぐっ、うわっ、うわっ、うわっ、今えぐかったね。みんなそんな遠目かけるんだよ。ちゃんと無回転にしようとしてるやん。これはね、勝手になるか。はい、お、えぐい。うわー、えぐい。頑張れ。めんどくさ。いや、もう疲れた。今のこぼれで、もう疲れたっつったよ。よし。これを決めたときやっぱ遠い方がね、あの無回転ぐらいが分かるというか、うん、もう俺感覚つかんだよ。さっきのガイスト2のシュート見てたよ。3本目。はい、はい、うわーいくい。うわーいくい。いやそれは醍醐味ですね。いやあの昇番取れんのよ無回転ボールは。よっしゃ、やっと1点入りました。この距離から決めてるからまあまあ遠いよね。2周目。これ4本目。はい、ここよ。こうだ。あれ、ダイレムズいから来た、こう来てるの。やっぱね、あそこもね、振り抜きたくなる。触った触って。わあ。じゃ触ってなかったら。はい、つや。スーパーゴール。やあ。うわ、いく。素晴らしい。いいとこ。ナイストライ。試合だったら点に加える可能性あるからね、今のとかも。連れてたの。まあ、もう疲れない。まあ、ドリーム引退した方がいいよ。いけねえよ。はい、うわー、目にぶれたね、今。これで前半戦終わりました。前半戦終わって、1対0。よし、うわー、やつれてね、悔しい。ミートの瞬間だけインパクトする。はい、いくい。うわ、いく。うわー、いくい。いや、今、縦振りで真ん中捉えてたからね。いくい。うわー、よく触ったな。ナイスキーパー。
高確率でエグいシュート飛んでいくな。この距離でもうロングシュートの位置やからな。はいはい、おぉ、吸収した。いい吸収、胸ってしっかりこぼれ追い込んすやん。コースを決めないと今、あ、まだ1点か。いや、6本中1。最悪や。最悪や。上に上がってるね。最悪やわ。近くから上がった方がええんじゃん。シンプルにこの位置から無回転蹴るっていうのはそもそもだね。うわー、すげー。やべ、あと 2?ラスト1周です。やばい、お前1点決めたらもうほぼ2位決めんときんや。もう2点決めたら勝ちよ。こぼれ詰めよう。マジ無駄じゃないこれ。力入れすぎたらほんまに。わかるわかるよ。はい、フリーよ。もうフリーよ今の。めっちゃ力入ってる。こっちの方が好き、本命に。ラスト、えぐいの決めるわ。お願いします。はい、はい、あーすげー、吸収する技覚えてる。ここで来ました。しっかりと。ルールはね、悪くしなかった、悪外だからね。それでそのキックやれるんや。あんまカーブするな。おい、そこでいいか。どこで勝って嬉しいか。いや、弾道はちょっと魔球っぽい弾道してたけどね。あれでも絶対取れんやん、たぶん。文句なしで行ってやるよ。ちょっと下がったら景色変わるな。試合と同じ。延長したかった。延長や。延長じゃあ全部あそこにしよう。あの黄色、黄色の丸にしよう。ああ、延長も固定です。え、大きい？大きい。大きい限定しようもう。うん。うわあ、めっちゃ。お前それやるならこぼれで走らな。いや、もうあれは捨てに行ってる俺。こっち。こっちやろ、醍醐味。こっちやろ、絶対こっちやろ。えぐい、えぐい、えぐい、もうちょい後ろだったら。バカぶり。ここだったら多分。ああ、この決めれば勝利です。あ、そんなお前、最初から。あ、変えてるタイプか。延長でね。うわー、うわー、うわー、やばい。最後落ちてたな。出たんじゃない。最後落ちてたよ。やっぱお前後ろやったら多分もう。お前ら後ろ行ったらそのキックできんじゃないやつ。ちょっと下げてるやんけ、時間。ちょっと下げて。こっからやるやん。あ、ここね。やっぱちょっとさ。あれだね。しれっとルール破るタイプの人だよ。何食わぬ顔でルール破るタイプの人だよ。じゃあ今の具は。もう決めたら勝利ですよ。うわいや、しかもブレてた。なんなんやハッシュタグどんじゃ。俺らなんであんな後ろやったらあんないかんのかな。いや、そういうもんなんやから。人生もやっぱ同じなんですよ。やっぱ狙い通りにはいかないんですよ。なあ、はい、ということで気持ちいいね。延長2対1、シゲの勝利。さすが、まあ、ルールに乗っとった勝利ってことでですね。まあ、ギリアウトやけどね、お前もう。いや、あの1点目の。あれ、無回転ですよ。あ、負けですよ。無回転蹴ってない。お前、右から蹴ってた。こっち。気持ち右から蹴ってた。カーブ、カーブ。やってるな、お前。あ、真ん中限定っすか。お前、言ってた。真ん中限定って言ってたわ、こいつ。俺、忘れた。もう試合終了したんだよ。再試合ある？再試合。え？再試合はあります。俺の PK 戦みたいに。俺が振ってきた。ない。ない。シュートだけだったら、多分、もうあと数ヶ月、1ヶ月、2ヶ月でできるんじゃない？今年？じゃあ、年内。年内シュートぐらいできるんじゃない？おぉ、しかもこのボールだったら蹴りやすい。このボールだったらまあ2、3割でな。はい、ということで、この動画が良かったらコメント、高評価、チャンネル登録。よしよし、あしゃ、また次の動画お会いしましょう。やってよ、あしゃ。